皆さんこんにちは日本史を学ぼう第12回目です今回は律令国家への道丸2、いろいろな天皇が出てきますので出てくる天皇とその天皇の時に起こった出来事をしっかりと結びつけて覚えましょうまず一人目の天皇は斉明天皇です斉明天皇は前回の動画で出てきた 皇玉天皇と同一人物です。女帝ですね。天皇が一度退いて、もう一度天皇の座につくことを長祖って言うんだけれども、ここでは皇玉天皇が長祖して西明天皇になるわけです。都は難波から飛鳥に戻るんですが、都としての機能は奈良、大阪に残ったままですね。 で、斉明天皇の時にちょっと東アジアで動きがありますね。660年に唐・新羅の連合軍が百済を滅ぼします。そしてその百済の王様宝相っていう人なんだけれどもその人が斉明天皇に泣きついてくるわけです。僕たち唐と新羅にやられちゃったよ国がなくなっちゃったよ敵取ってくださいよっていうわけです。 そしたら、西明天皇は、今までくだらにはい々とお世話になった。ここで、やっぱり助けてあげなきゃできない。ということで、よし、あんたたち、敵を取ってきなさい。って指示する。そして、朝鮮半島に軍を派遣するんですが、これを白村江の戦いと言います。ただ、この指示を出して、実際、斉明天皇はお亡くなりになってしまいます。 ってことは誰が舵取りすんねんって話ですけれどもここで出てきたのが後の天智天皇中の大江の王子ですこの時まだ天智天皇にはなってませんですから天皇は空位なんですねその中の大江の王子がよし行くぞで軍を派遣するんですけれども当白木連合軍に返り討ちに追ってしまいますそこで中の大江の王子こう思います ちょっと待って。俺ら、めっちゃ弱いやん。ってなるわけです。なので、おい、わ、和国、めっちゃ弱いやん。攻撃できるぞ。って、進撃されてきたら困りますので、九州を警備、そして防備体制を作っていくわけですね。九州の警備、先森、防ぐ人と書いて先森。これまた後の動画でやります。 水木であったり大野城朝鮮式の山城を作って防備体制を強化していくわけですその朝鮮半島ですけれども最終的には676年に白木が朝鮮半島を統一しますなので朝鮮を統一したのは高句麗ではありませんので気をつけてくださいくだらでもありません朝鮮を統一したのは白木です 二人目の天皇智天,天皇です。天治天皇は即位する前中野大江の王子の時に白村公の戦いでは大敗してしまいましたけれどもここでは天智天皇としての政策を見てみましょう天智天皇は律令国家の整備律令国家を作るための準備を整えていきましたまず中野大江の王子の時に都を近江大津宮へ遷都します 都はこの時飛鳥にありますよね。都としての機能は何速に残ったままです。それを全部近江の国、滋賀県の大津の宮に持ってきます。そしてその後に天智天皇として即位します。だからちょっとこれ生誤問題なんかは気をつけないといけないとこなんですが中野大江の王子は天智天皇として即位した後、都を近江大津宮に移した。 とななったらこれは罰になります中の大江の王子の時に都を近江の国大津に移した後に天智天皇として即位してますちょっと気をつけてくださいそして最初の「領とありますけれども近江領を制定しますただこれは残っていないのでこの近江領がどういうものだったのかっていうのはちょっとまだ分かってはいませんそしてこの時に もう最大の功労者といっても過言ではないかなと思うんだけれども天智天皇はこの鎌足れのおかげでいろいろなことが達成できたなのでこの中富氏には藤原という姓を送ろうここで藤原氏っていうのができるわけですねただ藤原の鎌垂としてこれ という政策をしたわけではありませんから、このあと奈良時代そして摂関政治の時になってくると藤原さんがね大活躍をしますので藤原氏の祖といえば藤原の鎌足りそしてその後藤原の不比とと続いていきますね。そして前回の動画で「古跡・慶長・半田修字」の方を作れ開始の見事のりのところでやりましたけれども。 最初の全国的な戸籍を作ったのも天時天皇ですこれを皇后年弱と言いますこれは永久保存っていうのが命じられてはいるんですけれども現存はしていません後に次党天皇の時に皇陰年弱っていうのが出てきますけれども天時天皇は皇后年弱最初の全国的な戸籍で永久保存が命じられた 残ってはいませんけれども、永久ほどを命じられた。ここしっかりと覚えておきましょう。天智天皇の後は天武天皇が即位するんですけれども、その前にちょっと一文茶があります。それが人心の乱ですね。672年。天智天皇は早くから弟の大天の王子に後位の継承を約束していました。ただこの時に天智天皇には子供がいなかったんです。 ただ最終的には天智天皇の晩年この時には天智天皇に子供が生まれます大友の王子大友の巫女ですけれどもその息子に上位すると明言したわけですでおじさんにあたる大天王子はまあまあそれも仕方ないかということでまあ吉野に行くんですけれどもやっぱりなんか風に落ちないところがありますよね天智天皇が亡くなった 本当やったら俺が天皇やったのに。ってことで、おもろないなぁ、くそ腹立つなって考えた大浜の王子は、今義野でいます。諸豪族を味方につけて挙兵します。大浜の王子はすごく人望の厚い人だったので、諸豪族が大浜の王子に味方するわけです。大浜の王子からしたら、俺についといたら、 後々絶対ええことあるでって言ったら、やっぱりそっちに集まりますよね。そこで挙兵して、自分の甥っ子にあたる大友の巫女に対して挙兵するわけです。だから普通に考えたらね、ねおじさんとあの甥っ子の関係って、おっちゃんお小遣いちょうだいみたいな間柄なんですけれども、この時はそんなお構いなしですね。 王子にあたる大甘の御子、大甘の王子が甥っ子の大友御子を自殺に追いやる、そして大甘の御子、大甘の御子が天武天皇として即位するわけです。この戦乱を人心の乱と言います。人心の乱に勝利した大甘の王子は都をもともとあった飛鳥に戻します。 それが、清原宮ですね。ここで天武天皇として即位するわけです。天武天皇は豪族らの勢力を排除するという形で天皇神聖をやっていきます。天皇皇族だけによる政治を施していくわけです。実は天皇と呼ばれることになるのもこの時代からです。王君は神にしませば。 王は神でいいららっしゃいますからということなんですけれどもいわゆる天皇の神格化ですね王毅美から天皇ってこの時代から呼ばれるようになるわけです。そして681年には明日カ清見原陵というものを制定します。これ天武天皇が明日カ清見原陵を制定したっていうふうに覚えるのはまあ簡単だと思うんですけれども生後問題あの気をつけてほしいのが 清見原領を制定したのは天武天皇ですがそれを施行したのはこの次の持統天皇の時になりますのでそこだけちょっと気をつけてください。そして683年「不本線の中造とありますね。これは最初の戦果とされてるんですけれどもあの歴史の面白いところっていうのはこういうところだなと思うんですが一番最初の動画で 旧石器時代の話の時に相沢忠宏っていう人が出てきましたけれども何か新しい発見っていうのがあるとやっぱり微妙に私たちの年が年の人間があの学生の時っていうのは実は不本線っていうものはは教科書には載っってなかったんですよ日本で一番古いお金は何ですかって言われたら和道開拳だったのがこれ不本線に今変わってますよね。 新たな発見があったわけですなのでこの動画を見てくれてる方々も今、まあ、歴史を学んでますけれども是非ね歴史に学ぶっていうこともねあのこれからは大切になってくるんじゃないかなと思います。さあこの不本線ですけれども一番古い最初の戦果ではあるんですが流通の範囲っていうのはねまだちょっと不明なので実際このお金としての価値がどうだったのかっていうのは まこれから研究を重ねて分かってくるんじゃないかなと思います。そして最後ですね、684年にはヤクサのカバネというものを制定します。これは以前、聖徳太子の時に簡易12回というのをやりました。あれはその血筋であったりとか、そういったものは関係なく能力のある人間はどん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 位を上げて仕事にあの仕事を授けていくっていうものでしたけれども、このヤクサのカバネは、 天武天皇は天皇申請を行っていきますのでより天皇との関係が深いものを上位に置きます豪族の身分を天皇を中心にまた編成していく天皇と関係が深い人間が上です8つ位があるんですけれども真とですとか阿尊ですとか宿根とか稲城とか色々いろいろ位が出てきますがこれから阿尊朝に帯って書いてある阿尊 これがまあ一番よく出てくるかなと。藤原の阿蘇なんちゃらとかですね。まあ出てきた時にまた紹介しましょう。本日最後の天皇は、持統天皇、女帝ですね。実はこの持統天皇は、天智天皇の娘なんです。ということは、天武天皇からしたら、姪っ子にあたるわけですね。 なんか今では考えられないですけれども、姪っ子を、まあ、奥さんにもらうと。まあ、私にも姪っ子がね、いますけれども、まあ、この動画を見てくれてる猫たちと、まあ、同い年の子もいるんじゃないかなと思いますが、正月の、正月にね、あの親戚が集まった時は、ニコニコっとして、私のところに来ますよね。もう、なんでかわかりますよね。はい。 あのまあ、そんなことはどうでもいいですけれどもやっぱ天武天皇と持統天皇当然おじさんと米子とって形になりますからまあ天武天皇はね甥いっ子は殺害に追いやって姪っ子は奥さんにもらうっていう人なんですけれども年が離れてる分天武天皇は持統天皇をすごく大切にしますし持統天皇も天武天皇にはもう絶大の信頼を置いてる というふうなことを言われているんですけれども、その持統天皇の政治といえば、この旦那さんが作った飛鳥清見原領を施行するわけですね。ここ、やっぱ正語問題では気をつけてほしいところですね。先ほども言いましたが、作ったのは天武、施行したのは持統というところです。そして 次藤天皇のオリジナルの政策といえば690年の「後院年責」です。これは最初の律令に基づく戸籍ですね。最初の戸籍といえば天智天皇の時の後后年責でした。次藤天皇は後院年弱なので、そこも気をつけてください。そして694年ですから洛く宇ウグイ平安京の100年前ですけれども藤原京に遷都します。 これは694年から次の、まあ、奈良時代の710年までになるんですけれどもここちょっと聞かれたりするのが唐の都長安に習った途上性情防性を敷くわけですけれどもそことかこの大和三山うねび山耳なし山天の家具山ある衣干町天の家具山そういった山々に囲まれたあの都これが藤原京だったんだけれども。 戦闘したのは誰ですか次党天皇というところはしっかりと覚えておいてくださいでは次回はこの天武天皇と次党天皇の時代の文化をやっていきたいと思います今日はここまでにしましょうありがとうございました女の子いなくなっちゃったね